Windows Music with 9 MIDI sound modules 音源9台 Windows の MIDI を聞く。 Hi, Songcat Hero here. Welcome to my channel. Songcat Hero のチャンネルへようこそ。1990年、平成2年に Windows 3.0 が発売されました。まだまだ今よりもコンピューターの容量も速度も低く、動作もとても不安定だった記憶があります。その翌年の1991年、画像や音声などの機能が追加強化されたマルチメディアエクステンションという Windows に追加して使うソフトウェアのセットがリリースされました。これを機にパソコンに CD-ROM ドライブが搭載され、スキャナやカメラ、外部オーディオ機器などが接続できるようになりました。後の Windows 3.1 ではこの機能が標準になります。このマルチメディアエクステンションの導入により、パソコンで MIDI データが扱えるようになりました。そして嬉しいことに、いくつかの MIDI ファイルがおまけでついていたのです。この中の一つがキャニオンという曲で、私の動画の中ですでに紹介していますが、パスポートデザインズという会社が作った全部で9曲の MIDI ファイルがありました。ちなみにパスポートデザインズ社は1998年に倒産しています。その9曲をご紹介しようと思いますが、今回は全て違う MIDI 音源モジュールを使ってみようと思います。音源ごとの音色の違いをお楽しみください。ただしそれぞれの MIDI ファイルは当時のとてもシンプルな作りになっています。もちろん各音源に合わせて作られているわけではなく、むしろ細かいコントロールや音色の使い分けは全くと言っていいほどなされていません。 GM 規格が浸透する以前の商品でもありますので、後に発売された音源を使ってもしょぼい音になってしまうことも多いのです。ですからこれからお聴きいただく曲の音色面でのご期待はあまりなさらないでください。1曲目は Passport Please という曲です。おそらくパスポートデザイン社のテーマ曲であったと思われます。音源はローランドのインテグラ7を使用します。これはローランドの人気シンセサイザーの音を1台に集約したもので、スーパーナチュラルサウンドという生の楽器に近い自然な音色を持つ優れた音源ですが、Windows 3.0 時代の MIDI ファイルではその機能を十分に発揮することはできません。ご了承ください。それではどうぞ。2曲目は Someone's Band というスイングジャズの曲です。使用する音源はローランド SD80 です。ローランドは SC という型番のついたサウンドキャンバスシリーズを長い間販売していましたが、この SD80 は SC シリーズとの互換性も保ちつつ、ネイティブモードを備えるなど、さらに拡張性と高音質を目指したモデルです。それではどうぞ。
3曲目はこれまでの動画でご紹介しているキャニオン、正式名称キャニオンミュージックです。トリップスルーザグランドキャニオンという別名があり、グランドキャニオンの壮大な大峡谷を旅しているイメージの曲のようです。今回はローランドの SC7 という音源モジュールでお聴きいただきます。ミュージローベーシックというパッケージ商品に同梱されたディスプレイのないシンプルな外見です。 SC シリーズ中唯一ローランドの GS 規格に対応しないジェネラルミディ専用機でした。ではキャニオンミュージック SC7 の音でどうぞ。4曲目は本来アーモンズというファンクロック調の曲ですが、申し訳ありませんがもう一度キャニオンをお聴きいただきます。実は YouTube からこの曲に関して著作権の連絡が入ったのです。私がサンダーロードという曲を動画で使用していて、アドレブパブリッシングという組織がその著作権を主張しているというのです。私は動画作成の際著作権関連の情報を調べています。 Windows 3.0 に付属のMIDIファイルはパスフォートデザイン社のオリジナル商品です。私はサンダーロードという曲は使用していませんし、しかもパスポート社は1998年に倒産していて、著作権者が不在の状況です。アドレブパブリッシングというところが虚偽の申告をしているのか、YouTube のシステム上の誤りのどちらかでしょう。これに対して申し立てもできるのですが、結果が出るまで1ヶ月かかり、しかも相手が認めなければ、こちらの泣き寝入りになってしまいます。今回もどうしようか迷いましたが、曲の差し替えで音源の比較をすることにしました。 YouTube で音楽を扱う際にはこうした問題が常につきまといます。なんとかしてほしいものです。さて気を取り直していきましょう。ここではちょっと変わったタスカムのポケットスタジオ5という音源を使います。これは小さなスタジオというその名の通り、ミディ音源が内蔵されているだけではなく、音楽の再生や歌や楽器の録音がこれ一つでできるという便利なものです。おまけに100通りのサンプルパターンが登録されていて、簡単な曲を作ることもできます。曲の保存にはコンパクトフラッシュメモリーカードを使います。ポケットスタジオ5でキャニオンミュージック、どうぞ。
5曲目は Dreamy というラウンジジャズ風の曲です。正式名称は Light and Dreamy というようで、軽くて夢見心地な雰囲気が漂います。ローランドの SC55M2 でお聴きいただきます。SC55M2 は1993年発売、当時の DTM 愛好家の間で長く使われた標準的な音源モジュールでした。後に SC88 が発売されましたが、この機種の根強いファンが多く、この音源でたくさんの MIDI ファイルが作られました。それでは、Light and Dreamy です。どうぞ。6曲目はメタルモッシュというエレクトロニックロック風の曲です。使用する音源はローランドの SC88 です。SC55M2 よりもパート数や音色数が増え、電源も内蔵されて使いやすくなりました。SC55M2 の人気と次の SC88 Pro の間にあって、少し地味な存在でしたが、ユーザーが作った音色を保存する機能があり、マニア向けとも言えました。それではメタルモッシュです。どうぞ。
7曲目はキング・ジョージズ・ストンプというタイトルの曲です。音源モジュールはローランドの SC88 プロを使用します。1996年にサウンドキャンバスシリーズの決定打として発売され、 SC88 よりもさらに音色数は2倍近くに増え、リバーブ、コーラス、ディレイ、イコライザーといったエフェクトが充実していました。当時ライバルとなっていたヤマハの MU シリーズを研究して開発され、 MIDI ファイルのほとんどがこの機種で作られたと言われています。まさに MIDI の標準機とも言えるものでした。ではキング・ジョージズ・ストンプ、ローランドの SC88 プロでお聴きください。8曲目は Four Seasons、 言うまでもなくヴィヴァルディの四季より春の冒頭部分を引用したものです。音源はローランドの SC シリーズのライバルの一角、ヤマハの MU500 です。ヤマハは独自規格の XG フォーマットを提唱していましたが、ローランドの GS フォーマットよりもこちらを好むファンも多くいました。もちろん両社とも GM や GM2 にも対応するなど互換性は保たれていました。それではヤマハの MU500 で Four Seasons をお聴きください。9曲目、これが最後の曲です。ブランデンブルグナンバー6、ファーストムーブメントというタイトルですが、これはバッハ作曲のブランデンブルク協奏曲第6番の第1楽章です。使用する音源モジュールはローランドの SC8820 です。サウンドキャンバスシリーズの最終期の1999年に発売されたシンプルな外観ですが、USB に対応し、ノートパソコンと一緒に持ち運べるという便利さも兼ね備えていました。それではお聴きください。
どうでしたか？クラシックの弦楽協奏曲という割にはなんだか音色が軽いというか違和感がありますよね。ミディ音源の音ってこんなものなの？と思われたかもしれませんね。それもそのはず、実は Windows についてきたミディファイルはちょうどジェネラルミディの規格ができた1991年に作られたとされていますが、まだ完全に規格に沿って作られているわけではなく、本来意図したものとは違う楽器の音が出てきてしまうことが多いようです。例えば今お聞きいただいたブランデンブルク協奏曲では第13番から16番のパートには弦楽器が割り当てられているはずですが、実際にはサックスの音が出てきます。これでは違和感が感じられても当然ですよね。そこでもう一度 SC8820 に登場を願ってお名返上をしたいと思います。楽器の割り当てを修正して聞いてみましょう。実際にはもっと細かい調整をすればいいのですが、とりあえずそれだけでどう変わるかを比較してお聞きください。そしてついでに途中からインテグラ7に音が入れ替わります。両機の音色の違いにもご注目ください。いかがでしたか？ジェネラルミディの規格がまだ浸透していない90年代初頭、Windows についてきたファイルを参考にして音楽作りを始めた人たちもいました。以来、さまざまな音源モジュールが発売され、規格にも変遷が見られましたが、パスポートデザイン社が作ったミディファイルは今でも音源のテストや比較用として使われています。この動画をお楽しみいただけましたら、登録と評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。